他の学校の子に堀の目跡とか聞かれたんだけど、どうしよう。教えていい？自分から言ってこない時点でアウト。断っといてね。また堀さんが話しかけてきてくれたこと、昨日のこともあるし、俺はてっきり避けられてるのかと。そんなことしないわよ。そりゃ気まずさは少しあるし、驚きもしたわよ。学校の時と全然違ってたし。でもお互い様だし、私にとっては別に避ける理由にもならない何照れてんのよ。いや、ちょっと慣れてなくて、こういうのむずがゆいというか。ありがとう。ごめん、タバコが。卵？なんか私以外の人に宮村のそういう格好とか見てほしくないな。ごめん、なんでもない、忘れて。俺も堀さんのそういう格好とか、料理してるとことかね、結構大きな声出して怒るとことか、実は家ではどうでもいい髪型してることとか、その筋肉のつき方が良かったり。うるさいわよ。そういうの他の人に見られたら嫌だなって思うよ。それは私も嫌よ。なんかね、この時間は俺だけのものだって思うし。バカ言ってんじゃないわよ。僕のもちょうだい。 ありがとう。バカよ、本当にバカ、もうバカ、バカよ、バカバカ、宮村のバカ。姉ちゃんのバカは一回言うと止まらないんだよ。そうなの？バカ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 。本当だ。何よ。サボったわね、トール。あんたも体育委員のくせに私に全部片付けさせてさ。悪かったって。反省しろよ。分かったっつーの。なんで、なんで、なんであんたが私の株とか気にすんのよ。勝手に決めつけて納得しないで。二度とそういうこと言うんじゃないわよ。バカ。大変そうだな。なんつうか、俺らバカに手伝えることなんか何一つないな。確かに。レミ、そんなこと言ってんの。あの時。レミ。ごめんなさい。みんな、あんたのこと暗いって言ってた。そう。だから話しかけたのに。なんだ、全然暗くないじゃない。変だけど嫌いじゃねえ。お前はちょっと不器用なだけ。聞こえたか、泉。大丈夫。10年前の自分にそう言ってあげたい。昼休みはレポートまとめるっつったでしょ。どこほっつき歩いてたのよ。ちょっと友情を確かめに屋上へ。何それ、引くわ。っていうかバカ2人。甘いな、吉川を入れて3人だぜ。ちょっと、なんか言った。ユキの手見てみて、小さいの。男と比べりゃ堀の手も小さいんじゃね。もう、はっ、ギュッてやったらぶっ殺すわよ。宮村聞いたか、俺は堀と接触するのも命がけなんだ。石川君、どんまい。俺の手が空いてる。断る。喧嘩したんだって。で、殴り合ったわけか。いや、殴り合ったっていうか、俺一発以外全部避けたから、石川君ボッコボコっていうか。宮村怖え。
正当防衛？俺ボコボコじゃねえか。過剰防衛な上、堀すでに関係ねえ。びっくりしただけなんだよな。いや、多少のイラつきもあった。正直に言うなよ、余計怖えだろうが。俺が宮村にしつこく迫ったせいでこんなことに。ごめん宮村。いいから早く仲直りしなさいよ。殴り合ってかばい合ってんの？ふん、だよね。あ、吉川の優しさが温かかったって今日の西に書くね。俺日直だから。西はそういうのを書くやつじゃないわよ。うりうりするな。うりうり。宮村を暗くさせたのは誰よ。谷原たちはさ、俺が宮村に取られるのが悔しいだけでしょ。大丈夫だよ、また遊んでやっから。俺の中学時代を変えたのはこの神道だった。男子のおごりね。そして今を変えるきっかけをくれたのはきっと堀さん。違うの、夏風はバカが引くものなの。だからお姉ちゃんは風邪をひいてない。あ、ひいてるじゃん。どこ行くの？飲み物。どこ行くの？どこ行くのよ。どうしてよ。いつもいつもいつもなんでいないの？どこ行くのよ。堀さん、それどこ行くのじゃなくて、行かないでじゃないのかな。じゃ行くね。一応お母さんと学校っていうか石川君に連絡しといたから。あと俺堀さんが好きなんだけど。結構前から。それと冷蔵庫にいろいろ入ってるから、何かあったら電話かメールして。すぐ来るから。え、今の何？てかびっくりしすぎて熱引いてる。なんで、なんで連絡事項と一緒に言うの？起きてるの知ってて言ったの？わからない、確認したい。でも、もう一度言わせたくない。例えば、このまま何も聞かなかったことにすれば、もう少し、このままでいられるのかな。なあ、堀！もう風大丈夫なのか？うっし！でかい声出すな！すみません。チカちゃん、チカちゃん、チカちゃん、チカちゃんって、何それ！堀さん、聞いてよ。チカ、おう！チカ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 、うるさい！だって、名字知らないんだもん。一緒に歩いてたから怒ってたんじゃなくて、名前？こんなに簡単に嫌われるなんて、思わなかった。返事が欲しくて言ったわけじゃなかったけど、いや、本当は返事を聞くのが怖かっただけなんだ。言い逃げしてごめん。タバコ消せっつーの。京子、年頃の女の子は父にかかと落とししない。するのよ最近は。やっぱり。あれでしょ、宮村君はお前の彼氏なんでしょ。なんか文句あんの？あんま、あぶら、おお、ちろ、堀さん。うちの京子で手を打って大丈夫？あ、はい。俺が好きなのが堀さんなんで。いいな、俺も高校戻りて。あ、やべ。だっせ。堀に一番近かったのは俺だったんだぜ、宮村。
まさか気まずいとか思ってね。少しだけごめん。気にすんなって言っただろ。何度も言わすな、バカ。バカ、バカ泉。宮村くんさ、あの子のどこがいいの？人を見た目で判断しないところです。京介さん？寝た。気にすんなよ宮村、あいつらがバカなだけだから。堀にも言ったけど堂々とね。宮村、私は気にしてないから。守りたいってそんな風に思わせてくれるレミが好きなんだ。俺は決して強いわけではないけど、それでも男としてこうありたいってレミは思わせてくれる。ポンと背中を押してくれるから、俺もそんな風にレミの背中を押してやれる自分になれたらなって。俺もレミに守られてるんだよ結局。たった3年間の付き合いだけど、なんとなくわかる。気づいてほしくないことほど笑顔で隠すし、本当に手放したくないものほどユキは絶対に口には出さない。心底好きだとか欲しいとかも言わない。だからユキの好きなものはユキから離れていっちゃうんだ。吉川さん、俺は別にケーキの材料を持って生まれてきたわけじゃないよ。え？最初から上手になんてできないし、失敗したらまたやればいいじゃん。あ、うん。ああ、まずいまずい。ちょっと、うん、超まずい。知ってるっつーの。次に期待。期待。俺も期待。任せとけ。たった5日間がこんなに長かったなんて、私初めて知ったよ。バカなのは堀さんの方だ。俺が好きなのは普通の女の子じゃなくて堀さんだから。映画の続き一緒に見ようよ。ソータのお姉ちゃんは撮らないからさ、京子をくれないかな。いいよ。ねえねえ、レミも仙石くんのこと好きだよ。俺もレミのこと好きだよ。すっごい難しいことだけど、友達になれない人なんかこの世にいないと思うんだ。あの人が暖かな桜なら、私はきっと積もって泥だらけの冷たい雪だ。雪なんて降らない方がいいよ。そうか？雪綺麗じゃん。綺麗かもしれないけど、最初だけだし、雪かき面倒だよ、滑るし。それに泥だらけの雪がいつまでも残ってたらみんな困るよ。春になって溶けるの待たなきゃね。春になるから雪が溶けるわけじゃねえだろ。え？雪が自分で溶けなきゃいけないって思ってるから溶けていくんだよ。どんなに周りが溶けないでくれって思っても、雪がそう思い込んでんの。だから溶けんの。わかる？桜が雪に溶けてくださいとお願いしたとでも言うのか？そんなこと真面目な顔してバカみたい。でも嬉しい。今日初めて笑ったじゃん。なんでわかったの？わかるよ、あったけ。
く雪降らないかな。真っ白な。別に何もないの。告白する前に振られちゃった。そんだけ、そんだけ。マジでバカだな。頭が悪い。さくらを選ばないなんてどこの男だ。そいつは大学者だ。だろ。お前は偉いよ。誰だよ元のこと笑った先生って。家に連れてこい。俺が殴ってやるから。元の代わりに俺が殴ってやるから。東のさ、制服地味だから受からなかったらランク下がるけど、片桐くればいいんじゃね。制服割と可愛いから元似合うよ。お前のやれるとこまでやってみな。夕飯いっぱい食べろよ。こういうのってさ、他人がどう思うかより自分がどう思ってるかが大事なんじゃないの。私卒業しても宮村と一緒にいたい。そういうのってダメかな。なんか言ってください。じゃあ結婚しよう。なんて書いてあった。落ち着いて頑張れみたいな感じかな。本当にそれで合ってる。まあ俺は堀さんがこれからも笑っててくれるならそれでいいよ。ありがとう。え、楽しかった。本当よ、私本当に楽しかったの。石川くんのおかげだって思ってる。私石川くんが好き。吉川さんも好き。忘れない。俺も忘れない。そう、よかった。ありがとう。うん、ありがとう。さよなら。さよなら。またまたね。卒業しても何も変わらないし、変わってもいい。これからも続いていくんだ。俺は俺以外の人間なんて知らなかったよ。こんな世界知らなかったよ。俺の日常を壊してくれてありがとう。俺とこれからを望んでくれてありがとう。俺は君に何かをしてあげられるかな。